東京11レースのパドックです。第28回 NHK マイルカップ G1 発走時刻は15時40分です。東京11レース第28回 NHK マイルカップ G1 のパドックです。なおこのレース12番クルゼイロドスルは出走取り消しとなっております。ご注意ください。それでは見ていただきましょう。1番フロムダスク、前走海外でのレース、今回の馬体重は492、はい、うるさいタイプなので、途中から2人にして落ち着かせて歩いていますね。以前よりこう体にシャープさが出てきましたし、仕上がりとしては上々だと思います。少し間が空きまして、続いて2番ですモリアーナプラス2、入れ込みそうなところがありますのでね、パシファイアをつけて、前走同様に落ち着かせて歩いていると思います。筋肉量が豊富でね、ちょっと詰まった体型をしていて、短い距離でスピードを生かすタイプだと思います。3番ウンブライルマイナス8、2人引きで気負いはありますけれども、こういった性格の馬なので問題ないと思いますね。友の張り非常にいいですし、体調面は前回以上でしょう。4番正門マイナス4、馬体を見ますとね、マイル以上もっと距離は持っていいのかなといった感じの体型をしていますね。堂々と一歩一歩の歩様力強いですし、雰囲気のある馬体の持ち主です。5番は後ほどご紹介します。続いて6番ですエーヤンプラス2、目つきなんかを見ますとね、ちょっとこう入れ込みそうなところはあるんですけれども、2人で引かしてしっかりとね、落ち着いて程よい気合乗りと見ていいと思います。動き軸のブレがないですしね、雰囲気は非常にいいかと思います。7番オールパルフェマイナス4、そうですね、前回に比べるとだいぶこう共に幅が出たかなといった馬体になりましたね。ただ、2歳児に比べて動きの柔軟性は欠く印象があります。8番セッション増減なし、重厚で厚ぼったいタイプではありますけれども、太め感は一切なく、手先がスムーズに動いていますからね、外目をリズムよく動けていると思います。9番ナボーナマイナス10、新馬肩時と同様の体重ですよね。こちらもね、後進の動きにブレがないですし、軸はかなりしっかりしていますね。一生馬ですけれども見劣りはないです。10番大盤振る舞い増減なし、小ぶりなタイプですけれどもね、筋肉の質がいいのでそれほど小ささは感じないですね。若干硬さのある歩様ですけれども、こういったタイプでしょう。11番シャンパンカラーマイナス4、大柄なドゥラメンテ3区でね、まだまだこれから、骨格に見合う、 こう筋肉がついてくるのかなと思います。現段階で成長力で見劣る感じはあります。13番ですドルチェモアマイナス6、2人で引いてこうしっかり集中して、体の張りも申し分なく映りますしね、動きのリズムはかなりいいです。14番ユリーシャマイナス4、肌質はいい馬ですし、こう柔軟性のあるこう動きを見せる馬ですね。15番カルロベローチェマイナス4、パシファイアをつけて2人引きで、最初はね、入ってきた当初はうるささは見せていたんですけれども、なんとかこう落ち着きが出てきたのかなといった感じがありますね。これなら力を出せそうです。16番タマモブラックタイマイナス10、足が長くて背丈もある大型馬なのでね、マイナス10キロ全く問題ないと思いますし、体型を見ましてもね、距離のマイル全く問題ないでしょう。17番ミシシッピテソーロプラス10、小さな馬でね、体増やしてきていますけれどもね、問題ないと思います。いつも通りのこの馬らしい機敏な動きです。18番ダノンタッチダウンプラス4、そうですね、びっくりするぐらい良くなりましたね。前回皮膚かなり厚ぼったく見せましたけれども、今回の方がこう薄く見せていますしね、動きも実に滑らかになりました。少し間が空きまして、おしまいに5番ですシングザットソング増減なし、輸送があって落ち着いて動けていて、体もふっくら見せるのは何よりですね。張りもいいと思います。それではパドックでの状態を踏まえた推奨馬をお願いします。はい、13番のドルチェモア、18番のダノンタッチダウン、6番のエーヤン、9番のナボーナ、10番のオーバンブルマイ、以上です。東京11レース
パドックからの推奨馬は13番、18番、6番、9番、10番以上の5頭です。さあ、馬のコンディションフットワークというのもご覧いただきましょう。 NHK マイルカップ馬場入場です。東京11レース第28回 NHK マイルカップ G1 芝 1600m 3歳マイル王へ18頭のチャレンジです。1番フロムダスク492キロ、前走海外出走横山和夫57キロ、活目せよサマーガールと父の意地2番モリアーナ470キロプラスに横山範博55キロ、最強の弟を背にしたマイル王の妹3番ウンブライル464キロマイナス8、横山武史55キロ、福
を呼び込む持続力、4番正門500キロちょうどマイナス4、鮫島勝馬57キロ、拍手のオーケストラと勝利を歌う5番シングザットソン432キロ増減なし、吉田隼人55キロ、6番は脚力光る東のエース、その名もエアン484キロプラスに戸崎啓太57キロ、見せます完全無欠の逃走劇、7番オールパルフェ484キロマイナス4、大野拓也57キロ、2度目のマイル2度目の鞍上、名曲奏でよ8番セッション510キロ増減なし、段の体勢57キロ、抽選突破から兄弟制覇へ72時間のドキュメント、9番ナボーナ478キロマイナス中、田辺博信57キロ、後輩党の立役者が占領役者に、10番大盤振る舞い426キロ増減なし、武豊57キロ、得意の舞台で最上級の輝き、11番シャンパンカラー500キロちょうどマイナス4、内田博之57キロ、13番ドルチェモア2歳王者の100倍返しなるか、476キロマイナス6、三浦恒成57キロ、栗毛の姫を侮るなかれ、14番ユリーシャ444キロマイナス4、松山光平55キロ、世界の名手と自在に動く15番カルロベローチェ494キロマイナス4、ダミアンレーン57キロ、接戦に強い重賞ウィナー16番タマモブラックタイ514キロマイナス中、三幸秀明57キロ、キャリアと追い込み自信あり、17番ミシシッピテソーロ422キロプラス中、柴田大地55キロ、得意のマイルでサツキのリベンジ、18番ダノンタッチダウン544キロプラス4、川田優雅57キロ、絶好枠から作るチャンスの時間、1番フロムダスク492キロ、前走海外出走横山和夫57キロ、今年は残念ながら12番クルゼイロドスルが出走取り消しまして、17頭の出走で行われます第28回 NHK マイルカップ、3歳マイル王への17頭のチャレンジ、発走までしばらくお待ちください。映像は東京競馬場に切り替わりました。 NHK マイルカップ発走間近となります。結局発表の方もやや重の芝コースで行われるということになります。両馬場が多いこの G1 ですけれども、やや重での開催というのもまだ4回目ということになりますね。まもなく発走です。さあ新緑のマイル王はどの馬か、スタートしました。先頭かわした11番ラウダシオンが先頭だ、外は15番のシネルマイスター、3番手から2番手を伺っているダノンスコーピオン、内は4番のセルロス、3頭内中外広がったがパテンローリオンかダノンスコーピオン並んでゴールイン、先頭はラウダシオンだ、ラウダシオンゴールイン、シネルマイスター並んだ、並んでゴールイン、最後は変わったかシネルマイスター、際どい体勢ダノンスコーピオン、わずかに残したか。今週から東京競馬場の G1 が5週続きます。まずはその第1弾、第28回の NHK マイルカップ、お楽しみをいただきましょう。実況はラジオ日経山本直アナウンサーです。東京競馬場第11レース、第28回 NHK マイルカップ G1 芝 1600m、 12番のクルゼイロドスルが出走取り消して17頭の出走で行われます。
昨日は強い風が吹いていた東京競馬場、その風は今日は穏やかですが、昼頃から降り始めた雨が少しずつ馬場を濡らしてきました。芝コースコンディションの発表はやや重、開場90周年、そして今のコースになって20年、あまたのスターホースを送り出してきたこの東京マイルで今日新たな3歳マイル王が決まります。出走メンバー17頭のゲート入りが5月上旬の午後3時とは思えぬ暗さの下で行われる東京競馬場向こう上面芝 1600m スタート地点進んでいます。13番ドルチェモア、今日も少しゲート入りに時間を使いましたが収まりました。復権を誓う2歳王者です。この舞台を得意とする11番シャンパンカラー、3番ウンブライル、そして9番のナボーナ、抽選を突破して堂々のゲート入り。17番ミシシッピテソーロも誘導されます。6番エイアン、16番タマモブラックタイ、そして2番のモリアーナ、4番ショーモン、14番ユリーシャ、8番セッションと誘導されていきます。10番オーバンブルマイも収まって17頭の最後、18番ゲート、去年優勝のダノンスコーピオンと同じ帽子、同じ勝負服、同じゼッケン、同じジョッキー、ダノンタッチダウン川田優雅、収まります。スタートしました。まずは先行争いに入ります。外から16番タマモブラックタイ、コースアウトですが、フォーダッシュは間から8番のセッション、この内から5番のシングザットソング、ちょっと引きましたか。さらには7番のオールパルフェ、内から1番のフロムダスク、フロムダスク、オールパルフェ、 さらにはセッションの3頭の先行争いです。その後4番手外寄りに14番ユリーシャがいます。5番手インコース、5番のシングザットソング、2馬身後ろ13番ドルチェモア控える競馬、16番のタモモブラック対6番エイアン中段インコース、外から18番ダノンタッチダウン、差がなく15番カルロベローチェ、さらには17番ミシシッピテソーロ。 600m は34秒3でいきました。4番ショーモン、2番モリアーナ、外に11番シャンパンカラー、さらには10番オーバンブルマイ、3番のウンブライル、少し開いて9番のナボーナが続いています。4コーナーへと向かっていきます。雨に煙る東京競馬場、前は1番のフロムダスクが行き切りました。リード組ほど7番のオールパルフェ、14番のユリーシャ、4番手のインコースに5番シングザットソング、外からタモーブラック対セッション、さらには18番ダノンタッチダウン、直線コースに向かいました。前の争いですが、横に広がってオールパルフェ、内からフロムダスク、間をさばいてタマモブラック対、タマモブラック対、先頭に変わるか、外からダノンタッチダウン、さらにシャンパンから大外からオーバンブルマイが襲いかかるぞ、横に4頭が広がった、外からシャンパンからと10番オーバンブルマイ、内から18番ダノンタッチダウン、タマモブラック対は遅れた、前は外からオーバンブルマイ、シャンパンカラー、シャンパンカラー、オーバンブルマイ、襲いかかるはウンブライル、11番のシャンパンカラーにウンブライルが詰め寄ってゴールイン。最後はこの2頭、シャンパンカラーかウンブライルか、そして10番のオーバンブルマイは遅れて3番手、抜群の適性を持った舞台で躍動した11番シャンパンカラー、ステルビオの妹、今日は横山武史を鞍上に迎えたウンブライル、最後は2頭が全く並んでゴールに飛び込みました。時計は1分33秒8です。11番シャンパンカラーが先んじて抜け出したところ、最後の最後に襲いかかった3番ウンブライル、この2頭の争いからわずかに遅れて10番オーバンブルマイ3番手。場内のターフビジョン、ゴールの瞬間の映像が出ます。シャンパンカラー東京マイル3戦3勝でマイル王、3番ウンブライル届かず、10番のオーバンブルマイ3番手、18番ダノンタッチダウンと15番のカルロベローチェの4着争い、これは際どくなりました。11番のシャンパンカラー、内田博之に勝利の女神がどうやら微笑んでいるようです。
去年10月の新馬戦とベゴニア賞、この東京芝 1600m で連勝、その後は舞台を変えて中山の京成杯は6着、ニュージーランドトロフィー3着、得意の舞台東京に舞い戻ったシャンパンカラーが最上級の輝きを放ちました。1着11番シャンパンカラー、2着3番ウンブライル、3着10番オーバンブルマイ、4着以降は写真判定です。 NHK マイルカップ確定までしばらくお待ちください。ただ一頭芝コースを戻ります。新たな3歳マイル王シャンパンカラー、今ゴール板の前に戻ってきます。内田博之騎手は2007年ピンクカメオで NHK マイルカップを制覇、田中剛調教師はロゴタイプとともに制した JRA 平地 G1 3勝をしていて、これが4勝目、7年ぶりのビッグタイトル手が届きました。最後は激戦になったNHK マイルカップ、先んじで抜け出した11番シャンパンカラー、今カメラの放列の前に立ちます。そしてファンの前、ウィナーズサークル、内田博之とともに立ち止まり、右手を高々と上げた内田博之、今地下窓へと引き上げていきます。東京11レース第28回 G1 NHK マイルカップ確定までしばらくお待ちください。東京11レース NHK マイルカップ、ウィナーはシャンパンカラーでした。はい、内田博之騎手、内田博之騎手自身も JRA の G1 というのは2018年のフェブラリーステークスのんこの夢以来ですので、5年3ヶ月ぶりおよそということになりますね。うん、お父さんがドゥラメンテですけれども、社大ファームの生産馬です。あ、もうこの表情ですね、うん、右手何度も上げていらっしゃいましたしね。最後あの踏ん張り切るあたりは、はい、内田博之氏の真骨頂というそんな印象もありましたけれどもね。確かにそうですね、うん、あの実はやや重で行われた NHK マイルカップ4回目ですよというふうにお伝えしましたが、はい、そのうちの1回というのは実はあの大波乱のピンクカメオが勝った時ですから、うん、はい、安城には内田博之騎手だったんですよね。あのシャンパンからゲートは決して速くなかったんですけれどもね、その後の立ち回りが見事だったということは言えましょうかね。馬場を考えるとペースとしてはなかなかタイトだったかもしれませんけれども、はい、そうした中で勝利をしたのがシャンパンカラーでもありました。勝ちタイム1分33秒8ということでしたので、まあ、先ほど湘南ステークス33秒6でしたからね、まあ、1時間その後雨が降り続けてということを考えると、まあ、ペースもありますんでね、これ一概ではないですけれども、タイム的にも決して悪くはないのかなというそんな印象もありますが、11番のシャンパンからですから道中は後方寄りでしたよね。で最後足を使ってきたウンブライルも道中は後方寄りでしたから、流れとしては、まあ、しっかりと足を溜めていた馬たちが最後に足を使って、オーバンブルマイも後方寄りでしたんでね、そうですね、そういった結果にはなりましたが、まあ、この辺りはあのダウンタッチダウンもいい雰囲気で上がってきてましたんでね、2年連続でこの勝負服、この帽子の川田騎手なのかというシーンもありましたが、その外からシャンパンカラー、そしてオーバンブルマイ、一旦はこのオーバンブルマイの突き抜けるかというそんな印象もありましたが、これはシャンパンカラー振り切りましたが、ウンブライルがまたすごい足できましたね。いや、かなり激しいですね。最後はそれでもシャンパンカラーが残してという勝利でもありました。いや、改めてまた思うのは、ドゥラメンテという種牡馬は本当に偉大ですね。その通りで、はい、ここでまた G1 ホースを輩出という格好になりました。勝ちましたのはシャンパンカラー内田博之騎手でございました。ガッツポーズが、ね、見えております。
2着にウンブライル、それからオーバンブルマイという上位3頭、こういった馬場の中でもありましたから、内外広がって追い比べも力が入りましたね。そうですね、本当にお疲れ様でしたというような本当ですね、タフなレースになりました、はい、NHK マイルカップ G1 確定いたしました。東京11レース、勝ちましたのは11番シャンパンカラーです。2着は3番ウンブライル、3着は10番オーバンブルマイ、勝ちタイムは1分33秒8でした。払い戻しです。単勝11番2220円、枠連26,9690円、馬連3番11番12,990円、馬単11番3番34,50円、三連複3番10番11番27,690円、三連単11番3番10番26,760円、複勝ワイドはご覧の通り。なおこのレースには変換があります、ご注意ください。シャンパンカラー、父ドゥラメンテ、母メモリアルライフという血統、3歳のボバです。生産は千歳の社大ファーム、馬主は青山陽一さん。内田博之騎手、今年の10勝目、 NHK マイルカップは先ほどもお話ししましたが2007年にピンクカメオで勝っておりまして2勝目、 JRA の G1 はこれが13勝目ということになりました。で、内田博之騎手52歳なんですけれども、はい、これは2000年にイーグルカフェで勝ちました岡部幸男元騎手、当時51歳の記録を更新して NHK マイルカップ最年長優勝騎手ということになりました。美穂田中剛厩舎はこれが実は今年の初勝利でして、 NHK マイルカップ初制覇、 JRA の G1 はこれが4勝目となります。年内の初勝利を JRA G1 で挙げた調教師というのは、実はグレード制導入以降では1986年、サツキ賞をダイナコスモスで勝利しました沢峰次元調教師以来37年ぶり、2人目ということなんだそうでございます。またニュージーランドトロフィー3着馬がこのレースを優勝したのは2011年、グランプリボス以来12年ぶり4頭目、そして年明け未勝利馬のこのレースの優勝は一昨年のシュネルマイスター以来2年ぶり7頭目、また東京デビューの馬が NHK マイルカップを勝ったというのは2017年、アエロリット以来6年ぶり8頭目の記録ということでございます。見事に勝利、デビューから5戦目で G1 ホースになりました。11番のシャンパンカラーがかった NHK マイルカップでございました。